はい、はい、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。失礼します。はい、ようこそでございます。おはようございます。おはようございます。タイムキーパーの松井です。お願いします。お願いします。失礼します。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。失礼します。はい、ヘラヘラしておりますヘラヘラしておりますですよ、非常に緊張しております。はい、大丈夫よ。全然全然。お願いします。はい、楽しいですね。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあまずはその波動を整えますね。はい、行きます。はい、はい、これクリスタルチューナーね。クリスタルチューナー。はい、クリスタル。これ展開の扉が開いた音が開いた音がしますので。はい、ちょっと悩みといいますか、ちょっとまだ僕ら関西の賞レースの決勝に行けたことがなくて、一度も、はい、本当に2年目で M1 準決行かせてもらってから、うん、なんかちょっと勢いがついたのかなって自分も思ってたんですけど、ね、どんどんその勢いがなくなっていって、はい、本当に。で、今年、うんうん、本当に結構コンビ間で2人で話した感じ、今年絶対行きたいなってっていうのをちょっと2人でめちゃくちゃ話してて、今年本当に行けるのかどうかと、今年の僕らの運勢的な賞レース運的なもの、うんうんね、はい、ちょっと聞かせていただきたいなと思います。わかりました。行けるか、足を聞いてるか、はい、うん、でその後、うんうん、行くのが賞レース運をやっぱ聞こうか。はい、うん、いや、はい、センセーショナルやったもんな、あの準決勝。いや、今あれ面白かったね。まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと賞レースがどんな感じですかっていうのを、今度はちょっと3つに分けるから、はい、置いた順とは別の順で、1、2、3とこう言ってみてください。あ、はい、うん、1、うん、2、3で、はい、OK。 そしたら、はい、賞レースは、うん、今年どんな感じになるかっていうのを、そうそう、まずは検証とかいけますかっていうのをちょっと見ていきますね。はい、はい、お、お、これはね、これはね、大アルカナカードっていうので3つ出て、はい、3つ出ますね。大アルカナと小アルカナってカードなんで、はい、女教皇ですね、これが。これが女教皇。これが教皇。はい、これはジャスティス。ジャスティス。ジャスティス。お、いけますかと聞いて。いけますかと聞いてのこれは、はい、うん、はっきりは教えてくれないね。うん、なるほど。うん、でも、うん、いい線はいけます。え、うん、本当ですか。いい線はいけます。全然いけますね。目上の人に、うん、こう知恵を授かったらいいとかいう意味があって、はい、教皇の方で、女教皇の方は、うん、自分の内なる声を聞いてごらんみたいな意味があったり、うん、そうそうそう、内なる自分、うん、めっちゃ難しいっすね。内なると内なるやん。結構どっちかって言ったら、僕今までは結構自分の意見ばっかでやってたんですけど、最近だとその兄さん の、うん、あのネタのアドバイスちょっともらったりとか、うん、ほんまにちょっとほんまに最近なんですけど、それはこれどっち大事、あの、あ、それに対して、うん、このジャスティスが出ているって清濁合わせのなみたいな、うんうんうん、なんかそのどっちかって言ったら独りよがりになってしまうより人の意見聞いたらいいっていう、うん、あ、なるほど、はい、ちょっと今度はこっちで聞いてこっちで、はい、ちょっとその、うん、あのそうした方が前にはいける、うんうん、なるほど。じゃあどうしたら聞きやすいのかっていうのをね、はい、ちょっとヒントもらいましょうね。おおお、これはワンドの5っていうカードなんですけど、うん、見ての通りチャンバラしてるやんか、なんかチャンバラチャンバラしてますね。こう長めの5でしてますね、うんうん、誰かこうやっぱ剣を当て合う相手が周りにいた方がいいっていう感じやね、うん、ライバルで、ライバル、そうそうそう、いくつかのライバルある、うん、はい、同期にそれこそ、うん、同期、うんうん、はい、ファンファーレと熱狂、あ、出た、ファンファーレ出てた、はい、ファンファーレなんていうんですかね、うん、色も似てるっていうか、なんかちょっと元気な感じも、うん、なんかネタの勢いの感じも、うん、そうやな、で、仲いいんでやっぱ負けたくはないなっていうのは常に思っております、ね、うんうん、あの、よくライブとか共にやってる、あ、めちゃくちゃ共にやってます、うん、それまで非常にいいということ、いいですね、これコインのキングはね、結構強カードよ、うん、え、強カード、うん、おっさんが、うん、おっさんっていうか、まあキングなんやけど、はい、なんか、うんってこう、うん、満足してる感じあるやん、あ、確かに、この人は余裕のある人物やね、なんか、はいはいはい、やっぱりだから割にどっしり構えててもいいっていう流れもあるかな、うん、なるほど、意外とで、ワンドの4やからね、うん、
見るからに喜んではる、うん、そうそう喜んではるやんか。ほんまや、うん、これとこれが結構極端で、こっちはこう、うん、ガヤガヤしてるけど、こっちはちょっとゆっくりしてるやんか、うん、おうちのところで、はい、だからその共に仲間と戦いながらも、うん、異常ながむしゃら感はいらんっていう、こっちにキングもどっしり構えてるし、なるほど、そこまでめっちゃ意識しすぎて、うん、そうそうそう、相手ばっか見ない方がいいっていう、そう、あ、いいね、うん、その相手ばっか見ない、うん、みたいな、そう、うんうんうん、って思わんでもいいとか、いつもの調子の面白いネタをしてたらいいという感じかな、うんうん、なるほど、うん、ショレスショレスって、うん、そこまで思う方がむしろいけます。あ、なるほど、うんうん、うわぁ、はい、なんかまさ純潔言ってたらな、うん、あクソって思うもんね。めっちゃずっと考えてましたね、うん、単独のネタ作りでショレス、うんうんうん、考えるな、うん、焦らんで、うん、いい感じはあるよ。あ、なるほど、逆に考えへん方がいい。逆にも自分がおもろいと思ってるネタをばっかりやってたんだけど、うん、これ一番強かったなを賞レースに回すぐらいでもいいかな。ああ、うんうん、ちょっとだいぶ考え方が変わりますね、うんうん、そしてこっちに出てるみたいにあの人にも聞いてみる、はい、うん、そうそうそうっていう知恵を授かるみたいな感じで行くと、あの良き感じで賞レースは進みますという感じですね。誰に聞いたらいいとかは。誰に聞いたらいいですか。誰に聞いたらいいですか。誰に聞いたらいいですか。うん、って。おスターが出たね。スターが出たな。何なんですかこれは。これジャンピングカードで、ね、スターが出た。ちょっと一個こなんか万劇なんかどうだろう。ショータイムとかじゃないかな。ショータイムですか。ちょうどショータイムさんと昨日ネタの話してましょう。なんか星の感じやろ。そうそう、うん、今年1年かけてちょいちょいショータイム連れてってもらって、はい、もうめっちゃ連れてってもらってますもんね。うん、いやいいと思うわ。なんかちょうどネタの話しました、ね、うん、ショータイムさんや、うん、はい、ちょっと、うん、いいですね。そっちまでもう一回聞いて、ちゃほんまにショータイムでいいか聞いて。ほんまにショータイムでよろしいのですか。よろしいです。え、はい、これはバンドの Q なんで、カップの Q だな、うん、あ、じゃあそうそうそう、カップの Q なんで、あのめっちゃいい、本当にめっちゃいいです。本当に僕はこうしたいんだっていうことをショータイムにむしろ言ったら、お前がこうしたんやったらってショータイムが言ってくれて。めっちゃいい。めっちゃいい。これはいいですよ。嬉しい、うん、これちょっと楽しみです、ね、これは楽しみです。ショータイムさん聞きやすいんで、はい、嬉しいです。ぜひとも聞いてみてください。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、もう一個なんかもう一個、はい、あれば平場の話なんです、うん、平場、うん、平場、うん、僕らあんまめっちゃ出るタイプじゃないというか、うん、出れないというか、うん、なんか一個僕は、うん、なんか考えてから出たいタイプで、うんうんうん、なんかそのストックがあればちょっと安心するんですけど、うんうんうん、去年、いや1年以上前ぐらいから、うん、小道具で、うん、胴入りメガネじゃなくて、うん、霊入りメガネっていうのを作って、うんうん、でなんかその平場で、うん、なんかめっちゃウケたりしたら、うんうん、ちょっとこの景色忘れたくないんでちょっと目悪いんで胴入りメガネかけさせてもらいますって言ってこうやって、うん、あれ霊入りメガネが何も見えへんっていうのを、うん、やってるんですけども、やってるやん、はい、はい、これがまた名古屋でしか受けたことない。これ名古屋ですととんでもなく受けたんです。はい、本当大阪の舞台も、うん、祇園でも一回やったかな、うん、コーナーライブで、うん、テレビもやらせてもらったんですけど、うん、これがもう全部良くなくて、うん、で僕も最近ライブあるたびにもう胸ポケットに入れてんす絶対に、うんうんうん、これつがないと安心しなくなってる。これが受けるのかどうかっていうの、今後。メガネが今後受けるか。これは興味深いです。タロットの前に、はい、シンプルハイニさんアドバイスとしては、はい、あの例をカタカナにしてみてください。それはほんま良かった。そうそうそう、そうそうそう、ドレミファソラシドレミファソラシカタカナで書く、はいはい、音階ですもんね。音階やから一回だけやったことあるんですよ、うん、あ、そうなんや、うん、その時はでも、うんうん、あ、それが名古屋やったかな、いや忘れたっけ。これはちょっと緊張した礼儀メガネなんですよ。これ作り直したんですか。あ、そうなんや。もう一個のボロボロの方がカタカナなんですけど、うんうんうん、いや、もしかしてカタカナ説、うん、いいかもしれないです。ちょっと一回タロットにも聞いて、一回聞いてみよう。すいません、レイリメガネ、これ、レイリメガネが受ける日が来るのか。はい、正直受けたいです。僕はめっちゃ好きなんで、ほんまかで、ちょっと聞いてみよう、うんうんうん、受けるのか、お、なんでか。
ほんまか。受ける日来るな。来るよ。受ける日来ますか。受ける日来るよ。来ると思う。うん、まだこれは正直そのフールザフール愚者なんですけど、うん、あのまだ何もでもない状態なんですよ。あ、うん、まだ何もでもないけど、それこそ一緒に共演者の人がフォローしてくれてる。レイ入りメガネ。レイ入りメガネのこと。多分一人でにはまだちょっと受けてもらえ。で慣れてきたら、うん、確かに。で、ほんまかでマジシャンなので、その、これ経験によって奇跡を起こすカードなので、はい、何度もやるとやっていきゃいい。奇跡が起きて。それで、うん。で、いつものその万劇のメンバーとかも、レイ入りメガネを、が、うん、次第、どっちも上手くなるっていうのは。レイやり取りが、うん、あの下りみたいに出来上がるっていうのレイリメガネの、うん、そうそうそう流れができる。そうそうそう、なるほど、ノリが、そうそうそう、そうしていくと受ける。なるほど、はいはいはい、ただ単体でやってたら受けへん。一人で片付けてましたね、うん、あとでもこれで出た時にやっぱ誰も絡んでくれないことが多かったんで、うんうん、あ、そうなんや、はい、うん、相方にはちょっと頼みますわ、うんね、せめて、うん、相方にはせめて言って、はい、うんうん、ほんなら、うん、ちょっとどうしても、うん、そのカタカナか、あ、ひらがなこれ聞きたいです。ひらがな、カタカナ、どっちの方がいいんだろうっていうの。これひらがな、うん、カタカナ、もう絶対カタカナです。絶対カタカナ。そうなんですか。やってる人と王様よ。ほんまや。もう、うん、もう大爆笑かもしれない。ちなみになんですけど、うん、例書いて音符を横に書くっていうのをちょっと考えたんです。ちょっとちっちゃく書いておくのありやな、うん、この五線紙の上にある例の部分、あ、はい、うわちょっと聞こうか。五線紙のバージョン、五線紙バージョン、五線紙の例、音符作るかか、うん、五線紙か、うん、お、どっちもいいやん。音符作る、音符作る、うん、音符作ったらショータイムが喜んでる。うん、五線紙もいいですね。五線紙もいいですね。いいですね。ただ、まあこの感じでいくとこっちの方が大変かな、なので、まあ音符の方が良しです。音符をつける。五線紙にしてしまうがいい。で、カタカナと音符を書くこと。はい。うん、ちょっとまたそれ受けたら教えて。あ、ぜひ報告させてください。いいね。そんなとこかな。そんなとこかな、はい。うん。ありがとうございます。はい、では最後に、最後に、はい、いきましょう。そのもののエネルギー。はい、うん、あ、お、はい、秀樹、最近秀樹になってから僕も秀樹になって松井が、本当か、松、どういうつめで松井秀樹みたいな。本当にあの解明ライブを打った時に、うん、あ、解明ライブパチさんが、うん、つかみで松井秀樹言えるやんけって出したやつ、うん、他がもう名前じゃなさすぎて、みんなが、うん、秀樹だけ輝いて見えて、秀樹本人が秀樹にしました。そういうことなのね。わかりました。お、抜群でございます。これは世界なので一番抜群です。嬉しい。初めて出たよ。タロットの最強カードです、うん、最強カードですよ。嬉しい。うん、めっちゃいいじゃないですか。今の調子はだいぶ良しです。本当ですか。はい、うん、よかった、ね、調子良し、調子、あ、でも、うん、今年は調子いいなと思うんですよ。おー、いいね。あ、うん、今いいんで、その全然レイ入りメガネも全然嬉しい。受ける日を受けさせますね。受けますわ。はい、うん、もうすごい、はい、もうよかったよかった。ではよかったです。ありがとうございます。すいません、はいはい、ありがとうございました。じゃあ、お水ももらって、はい、いただきます。楽しみです。ありがとうございます。じゃあまたちょっとレイ入りメガネが受けたかどうかだけ、はい、報告させてください。ありがとうございました。すいません、失礼します。お疲れ様です。髪の毛がいっぱいあるタイプ。あ、はい、髪の毛いっぱいあるタイプです。ちゃんとモードがしっかり、はい、もう美容師さんに髪、君は髪の毛に栄養が行き過ぎてるっておっしゃっていただきました。我々もそうだね。あ、同じでございます。はい、あ、パーマ、はい、これはコーナーのパーマ。